はい、こんにちは。今回はね、炭化水素の、やつですね。で、それをちょっとこう、よいしょ、こう食べてみたいかなというふうに思いまして、今、こういうふうに、出来上がりです。うん。では、いただきたいと思います。これラーメンがね、こう入ってるんでしたね。うん。なかなかの、うん、味わいで、で、こう、うん、バジルの効いた水餃子の味で、爽やかで、バジル効かしてるからどうなんだろうと思ったんだけど、結構いい味ですね。ハーブの香り、ハーブの香りって言ったら正解なんだかどうかちょっと分かりませんけども、まあそういう味がして、うん、味わいがね、なかなか良くて、でこう人参の味わいと新鮮な野菜の味わいがしんと出ています。うん、これ500円もいかない値段で買えるんですが、なんかちょっとね、サラダを食べてるような感覚ね。うん。でも、まあ餃子のさっぱり感と相まって、なかなかこれはこういう年いけるなと思います。うん。で、結構いいね。味わいだなという感じで。まあ、あとは新しい感覚ですね。ドレッシングを入れて食べるっていう。うん。感覚でなかなかのいい味わいで、うん、結構いい味をね出してるなという感じですね。これラーメンでもいけますけど、多分糸こんじゃくのラーメンってあるじゃん、ああいったものに入れ替えてもいいんじゃないかなと思います。まあその方がヘルシーっていうのもあるだろうしね。でもバジルの香りが効いてて、この餃子の大きいことね、で味わいなんかも非常にいいなという感じです。どうもありがとうございました。